今日やってくのはシーズン8先取りランダム対戦会ということで、まあ来月の新シーズンにならないとランクまでは新しいポケモンまだ使えないんだけど、イロッチャンネルっていうポケモン動画投稿者が通信対戦のパスワード機能を用いて先取り対戦会やりますって言ってたんで参加してみます。イロッチャンネルはガチ対戦メインで動画投稿してるんで、まあ多分参加する人も、まあ、ガチ志向の人が多いと思うんで、カジュアルバトルに潜るよりも手に汗握るバトルが、まあ、見られるかなってことで、対戦の方までどうぞ。はい、カオスさん対戦よろしくお願いします。あ、相手のパーティーいいね。ポリゴン2とウルガモスはまあ今のランクマ環境じゃ使えないんだけど、その新シーズン入ってから新しく追加されるポケモンの中でも、まあ、こいつらはやばいって言われてるポケモンの2匹なんだけど、まあ、しっかり相手のパーティー入ってる。まあ、それに対して僕の新要素は、まあ、ロックマンというか少し前に動画でしたガラルヤドランだけなんだけど、まあ、本当は僕もね、ウルトラサン、ウルトラムーンからさ、まあ、マリルリとかポリゴン2とかさ、まあ、ウルガモスみたいなポケモン連れてきて使いたかったんだけど、最近引っ越しをしまして、まあ、ウルトラサン、ウルトラムーンって DS じゃないですか。DS 引っ越し先持ってってたから、新要素のポケモンが、まあ、ヤドランしか使えないんだけど、まあ、ヤドランね、クイックドローっていう、まあ、特性で先制技攻撃できるようになるみたいな、まあ、特性なんだけど、これプラス、まあ、先制の爪っていうアイテムを持たせることで、まあ、絶対に先制攻撃できる、まあ、僕の考えた最強のヤドランが爆誕したんで、これでやっていこうと思います。で、選出は、まあ、相手のパーティーにカットロトメが入ってるんですよ。で、こっちのパーティーカットロトメが結構刺さってるし、まあ、初手投げしやすいポケモンなんで、まあ、相手のカットロトメ読みで、まあ、毒タイプのガラルヤドラン。で、裏は、まあ、ラプラスの巨大旋律から、まあ、呪いカビゴンで詰めていくみたいな、まあ、シンプルな選出にしたんだけど、ポリゴン2とかがさ、あ、シャワーズから来るんだ。まあ、相手のパーティー、その、ドリューシャワっていう、まあ、ドリューズでステルスロック巻いて、シャワーズが、まあ、あくびとかでこっちのサイクルを引っかき回してくるパーティーかなと思ったけど、まあ、これはあくびから入ってくるか熱湯から入ってくるかわかんないけど、一回シェルアームズ打ちますか。どんくらい入るかな、どんくらい入るってか、まあ、毒出して欲しいんだけどな。まあ、仮にヤドランがあくびもらったとしても、おお、ちょっと、あ、早速やるね、先制の爪。先制の爪で先制取れる確率は、まあ、20% なんだよね。まあ、これはもうデータとして出てて、クイックドローがね、調べたけど、まだどれぐらいの確率で先制取れるかわかんなくて、まあ、20% なのかな、爪と一緒だったら。クイックドロー 20% かける先制の爪 20% で、まあ、400% なんで、まあ、絶対先制取れるんですよ、こんなの。まあ、最強コンボなんで、まあ、皆さん使っていいですよ。あくび、溶けるあくびバトンか。いやー、ここ崩しに行けるかなと思って悪だくみから入ったんだけど、あくび、ヤドランを眠らせるか裏に引くか。ラプラスに引いて、第3打打って、フィールドをエレキフィールドにすることで、相手のあくび展開をシャットアウトできるんだけど、これもう眠らせてよくないか？ロックマンさ、眠らせて、まあ、相手がなんか交代してきたとしても、最速置きプラス、強制先制取れば、なんか、お前めっちゃやる気あるやん、こいつ。めっちゃ先制取るんだけど。やばくない？クイックドロー、悪だくみしてるから、あー、シャワーズさすがの耐久。あ、バトンか。待って、これやばくない？あくび、溶けるバトン。防御力が2段階上がってるんだけど、バトンタッチって能力上昇も引き継ぐんで、これ、誰に、やべえちょ、あれこれ、無限超前来た。絶対先生 VS 無限超前来た。これ裏で受けれないんだよな。裏がカビゴンと、寝てるけど先生を取る男。いや、ありえん先生取るんだけど。まあ、寝てるんだけどさ、ここ。いや、まあ、超前だよな。超前前前前、水タイプのラプラスとかを投げても、超前でウルガモスが特防を上げられるから、まあ、ラプラスでね、まあ、ウルガモス押せないんですよね。まあ、対面だったらいけるかもしれないけど、まあ、少なくとも後出しはできないんで、で、カビゴンも相手のウルガモスが溶けるで B が2段階上がってるから、起点にされるだけだから、もうこれヤドラン信じるしかないっていうね。起きる偉いや、ここ起きるのめちゃくちゃ偉いっていうね。相手超前だった。これ毒んないかな？神かな？このポケモン。いや、もしかしてヤドラン強い？超前2回でしょ？どっちの方が入るんだこれ。サイコショックと、シェルアームズ。溶けるも積まれてるから、ダイマ。いや、でもダイマ弱いよな。ダイマし相手のルガモス倒せなかった時が、いや、倒せなさそうだしな。超前プラス溶ける考えると。って考えると、これ、ヤドランに、ダイマ切るのはもったいなくて。ちょっと、ありえん。早すぎる、このヤドラン！サイコショック、これ落とせない。いや、落とせたらマジ神だよ。
あ、でも毒剣な一択さ、あー、ちょっと待って、回復味は、だるいけど、あれこれ負けたかな？超前2回積まれてるかな？え、炎の舞だったらワンチャン耐えない。火炎王者とか大文字だったら怪しかったけど、神あれ、ヤドラン強くね？待て待て、強くねってか、いや、絶対先制取れるんで。これ絶対先制取れるコンボなんで、これもう、ウルガモス突破できますよ。このままサイクショックで。はい、神。小学生ヤドラン最強。で、そのまま、ウルガモスも倒して、あ、で、相手ね、シャワーズいるけど、まあ、シャワーズもこっちのヤドランがもう先制取れるの確定してるんで、うん、相手のラスイチが何かだけど、先制技持ちのポケモンがいないとちょっときついですね。あの、クイックドローとか先制の爪ってのは、優先度が上がるわけじゃないんで、相手が先制技持ってるポケモンだった場合は、まあ、先制技の方が先に出るんで、負けるんだよね。ドリューズが、まあ、これもね、ドリューズ先制技ないんで、まあ、上から火炎放射打って終わりよ。やべ。最強コンボ崩れた。いや、崩れたけど、あんな無茶苦茶な状況からウルガモス持ってってくれたんだったら、こいつも完璧すぎる仕事したから、まあ、ここからあとラプラス投げて巨大旋律打って、あれよ、カビゴンで詰めてって勝ちなんで。強くない？待って。ってか、クイックドローってどれぐらいの確率で先制取れんの？なんかこの対戦だけ見るとなんかありえんぐらい先制取ってたんだけど。ドリューズ引っ込めた。いや、あの HP のシャワーズでも巨大旋律受けれないと思うけどな。耐えるこれ。耐えられたら、まあ、ちょっとめんどくさいことになるけど、まあ、ラプラスも C に振り切ってるんで、まあ、落とせなかったとしても、ここで重要なのは巨大旋律を張ることだから、巨大旋律を張りつつ、まあ、相手のシャワーズを絶対に倒すことですね。結局最後、まあ、巨大旋律ってかオーロラベールがある状態だったら、呪いでドリューズに対しては詰めていけるんで、旋律って相手のドリューズが型破りだったんで、シャワーズと組んでるドリューズだから、まあ、多分自信ヘッド、まあ、ステルスロック、で、あと1が、まあ、ガンプーとか、まあ、剣舞とか人によって変われると思うんだけど、まあ、そこら辺の技だと思うんだよね。で、ラプラスよね、シャワーズ倒す。じゃあ、あと言うの忘れてたんだけど、最初にヤドランを使った動画を上げた時に、まあ、先制の爪とクイックドローって重複しないみたいな話をしてたんだけど、まあ、ツイッターとかで検証してる人がいて、まあ、どうやら重複するらしいということで、まあ、今回使ってるんだけど、だって6回ぐらいさ、動いてさ、5回ぐらい先制取ってたよな。いや、確率尋常じゃないけど、ガチ 400% の確率でさ、先制取れてるじゃん。で、相手ドリューズ大今してきたところで、みたいな、なるけど、まあ、相手からしたらこっちのラスイチのポケモンがまだ見えてないから、あれか。あ、ダイアースか。これ特防上がるんで、ラペラスの大魔ターンかなされる可能性はあるってか、まあ、これは対面で負ける可能性があるけど、ラペラスの、まあ、大魔ターンもかなされるんで。てか、大ストリームじゃなくて巨大旋律打ってるんだけど、あ、これあれです。あの、弱点保険ケアなんで、弱光ケアなんで、はい。ラプラス倒されたけど、まあ、あの HP のドリューズに何ができるのかって話で、ヒートスタンプもあるんで、なんかすげえこっからアイアンヘッドで無限ヒルミされるとかじゃない限りは、まあ、こっちの勝ちだ。ちょ、あれ、ちょ、おい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 、負けたんだけど。なんか負けたんだけど。はい、引き続き対戦していこうと思います。まあ、パスワード入れて、対戦するシステムなんだけど、まあ、色チャンネルが人気なのかわかんないけど、ストレスなくガンガン当たりますね。しかも使ってる相手のパーティーがね、うわ、いい。カバルドン・ギャラドス・ポリオン2。いい。じゃ、こういうの待ってたんですよ。ウーラオスね。ウーラオス、新シーズンのランクまで使えないみたいな話したんだけど、なんかアーゴヨンとかと同じ枠だから使えるぞみたいなコメントとかがいっぱいあって、あ、なるほどねって思いましたね。あと、ウーラオスってその、一撃の姿と進撃の姿があるんだけど、まあ、選出画面だとわからないらしいんだよね。これどっちなの？マジ。水タイプか悪タイプなのかわからんのだるすぎやろ。まあ、ただ、僕が相手だったら、まあ、初手にカバルドンから入るんで、相手自身からすれば、カバルドンを一撃で倒せるポケモンが、まあ、いないんで、まあ、タイプ上はラプラスが有利取れるけど、ラプラスの攻撃もカバルドン一発耐えて、カバルドン何かしらの仕事できるから、まあ、初手カバ読み、
メガネキッス合わせて、チンパンヒルミエアスラでゴリ押しトッパー。で、裏は、まあ、巨大戦慄ラプラスで壁張って展開しつつ、まあ、悪だくみクイックドローヤドランで詰めるみたいな、これでいきたいと思います。ポリゴン2のさ、あの、選出画面のドットとかなんか、めっちゃ可愛くない？わかる？僕の言いたいこと、伝われ！よろしく、お願いします。いやー、まあ、こんな感じの環境になるのかって考えると、まあ、今からワクワクが止まらないところであるんですけど、まあ、今回は、試運転ってことで。あ、オッケーオッケー。まあ、カバー読みは成功で、まあ、成功っつってもこれ、ひるませないと無理なんだけど、でも相手視点からすれば、まあ、カバルドンに合わせて、トイキス投げたみたいな雰囲気あるし、まあ、他にラム持ってそうなポケモンいないから、ラムケアするんだったら、まあ、吹き飛ばしとかから入ってきてもおかしくないんで、ここはエアスラですね。あくびから、いやでもあくびから入られてもいいか。まあ、ここ動いてあくびやられたとしても、まあ、ラプラス投げれば対応できるんで、特に問題ないっすね。あー、ひるまないのはうんちだけど、これラプラス投げて、まあ、ステルスロックだった場合は、まあ、そのままラプラスにあくびが入らずにカバルドン処理できるし、あくび連打だった場合は、もう一回キスに下げるだけ、キスとラプラスのサイクル回すだけで、相手のあくびループ結局抜けれてるんで、まあ、こんな感じでカバルドンは倒せますね。まあ、意外と一撃で倒せなくても、なんだろう。なんかその絶対に起点にならない立ち回りってのがあるんで、まあ、そこら辺意識しとけば、カバルドンにはめられるってことは、まあなくて、ここはダイマー切っていいでしょ。相手の裏が、いや、ダイストリームからでいいか。戦慄から入るよりは、なんか壁ターン少しでも温存したい理論があるから、ここダイストリームから、入りますか。お、通った。カバルドンはこれで確実に倒せるんだけど、まあ、巨大戦慄から入らなかったんで、相手の裏にウーラオスがいると、まあ、ちょっとやばいっていう。ウーラオスなんかね、増えそうな雰囲気あるらしいですね。なんか種族値的にも、なんかめちゃくちゃ優秀プラス、なんか素早さ種族値がミミッキュプラス1とかいう露骨な調整をされていて、なんか環境にポリゴン2が増える雰囲気があるから、まあ、なんだろう、そのポリゴン2に対する汎用格闘打点を持った、まあ、ウーラオスは、まあ、結構増えるんじゃないかなって、まあ、言われてますけど、まあ、これについて思うことは、ウーラオス悪くないっすね。てかむしろ強いっすね。で、相手がこのラプラスない、は来たポリゴン2。これ、ポリ2来たけど、これ自己再生連打で、あれかな、大魔ターンからしてくるやつかな。まあ、ここは戦慄から入るんだけど、いや、普通にきついな。相手まだダイマックスを使ってないから、まあ、ラプラスの大魔ターンがからされるから、まあ、壁込みでどれぐらいゴリ押していけるかゲームなんだけど、まあ、このラプラス光の粘土持たせてるから、壁ターン結構長いと思うんだよね。で、相手の残りポケモン2体なんで、まあ、壁ターンが切れる、切れるまで対戦が長引くってことはないと思うんだけど、これとりあえずラプラスの台は枯らしてチンパンレードですね。いや、ポリゴン2はさ、耐久ポケモンだから、まあ、レードを打たれても文句言えないよな。まあ、ただ相手ダイマックス切ってないから、ポリゴン2にダイマックスを切るとかいう機構。いや、機構ではないか。ポリ2自身火力もあるポケモンだから、全然ダイマックス使っても強いから、まあ、とりあえず絶対レード連打で相手の、ポリゴン2のダイマックスを強要していきたいですね。で、ダイマーを枯らすことができたら、キスのイアスラヒルミゲームも仕掛けれるんで、まあ、ここはもうやることないんでチンパンレード連打なんだけど、まあ、相手ここ再生かな。まあ、一発で当たるとかそういう美味しい話はね、まあ、思ってないですよ。トライアタック、はいはいはい。壁があるんで全然効きません。で、これレード連打。いや、まあ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 、2回はね、まだ早いよ。相手でも大はしごないな。さすがにきつくない？絶対言うと全部かわす前提の立ち回りさ。いや、さすがにきつくない？次3発目だからね。いや、次当たったら相手文句言えないから。3回こっち打ってるからね。試行回数稼いでさ。ダイはしごないんだけど。じゃ、当たんないんだけど、クソ技やん、これ。ちょっと待って。うんこ技ですやん、これ。一撃必殺技とかいう。クイックドローで先制取る確率の方が高いんだけど、絶対レール当てるよりさ。4発目だからそろそろいい加減当ててほしい。いや、まして。4発打って当たんなかったらさ、あー、さすがにね。どっちかっていうと運悪いし、これ。まあまあまあ、当たっても別に悪くないよ。当たって当然みたいなとこあるからね。ここの絶対レード。相手でもこっちのオーロラベールターンしっかり枯らせたから、あ、ラス1ギャラドスか。これギャラドスがさ、ラプラスを一撃で落とせる技、弾大草原とかだと、てか大草原持ってるか持ってないからな。持ってると多分倒されるけど、オーロラベール残り2ターン。まあ、ここはフリーズドライかな。雷外すよりはフリドラ当てて削っといた方が、
まあいいと思うんで。てか威力一緒か。フリーズドライの威力は 70×タイプ1で105で、雷が110なんで、まあ一緒じゃなかったですね。計算してみて改めて気づく事実、やっぱ確認って何事も大事だと思うんで、まあ結果フリーズドライ打ってたからまあいいんだけどさ。いや良くないわ、フリーズドライの方が威力低いから。でもフリーズドライの方が命中100だから別にいいわ。ダイジェットはこれオーロラベイルあるんでしっかり耐える。ギャラドスが弱点保険とかだと怪しいんだけど、まあ、弱保ギャラとか聞いたことないから、まあ、フリーズドライ打ちます。あれこれヤドラン、いや待ってよこれさ、いやこれ負けあるな。ヤドラン出る前に対戦終わるかなと思ったけど、あれか、ギャラドスの大パターンが残り1ターンあるでしょ。ステルスロックを巻かれてるんだよね。でステロがトエキスに入るから4分の1トエキスの HP が削られるんだけど、相手次絶対大ストリーム打ってくるんだよね。その天候を雨にするダイマックス技で大ストリーム打たれると、ステロ込みキスがギャラドスの大魔、あれ耐えない、滝登り耐えない可能性があるし、耐えたとしてもひるまされたら負けだから、こうヤドランから入って相手ここ確実に大ストリームだし、大ストリームはヤドラン一発耐えるんで、こう悪巧みから入るわ。ちょ見とけよおい。いやここはいいんだよ、ここはいやここはマジで関係ないんだよ。ここを先制で悪巧みしたところで何も美味しくないから、はい、悪巧みします。特攻が2段階上がります。いや問題次なんだよね、大ストリームこれは耐える。まあ、ヤドランちょっとね、ガラルヤドランは通常ヤドランに比べてちょっと耐久が低いんだけど、まあそれでも HP ぶりするだけでそこそこ硬い耐久、10倍ぐらいだったらね、まあ、これぐらいのダメージで抑えれるぐらいの耐久は得れるんで。いや問題ここ相手のギャラドスの大パターン解けたし、悪巧みに積んでるから、ちょいけ、いやここ先制取れなかったら負けるって。キスメガネ持ってるけど、あの HP のギャラドス多分倒せないから、こう決めないとあれこれもしかして最強ポケモン見つけた、えこれ最強ポケモンじゃないこいつガチで。ありえん、なんか相手の罪に対する切り返しとしての性能がやばすぎるんだけど、超前に無限に積んだウルガモスとか、ダイジェット積んだギャラドスの上取ってさ、なんか切り返してってるんだけど、こいつやばくないっすか。もしかして来シーズン流行るかもしれません。皆さん今のうちに育成しておきましょう。ガラルヤドラちょっと進化条件がめんどくさいんでね、早めに用意しておくことをお勧めします。ということで、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。